はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、ということでスターウォーズ最後の時代ついに公開になりまして、うん、パパはね、もう2回見てきましたね。エイシン君は1回、うん、はい、はい、2回吹き替え見たね、うん、パパもエイシン君と一緒に吹き替えを見ました、うん、で、ちょっとね、感想を言いたいと思うんですけども、はい、エイシン君どうでした？すごい衝撃だった。衝撃だったね、うん、この前レッドカーペットのイベントでね、うん、マーク・ハミルさんが衝撃のスター・ウォーズって言ってたけど、本当だった。本当だった。すごい、すごかったね、うん、どのあたりが衝撃だった？レイヤが、うん、さあ、あれだね、今ちょうどここにワン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 ってなったかもしれないね、うん、完全にネタバレだね、今ね。他にはあとカイロレンとレイが、あー、これもうダメだね、今のは言えないね、うん、ちょっと今これあれね、 3D メガネ今かけてるから、うん、サングラスかけてみたいな、ね、はい、そうで、これパンフレットのね、これすごいかっこいい、うん、これ特別バージョンのこのパンフレット、うん、表がレイで裏がルーク、おー、ね、かっこいいよね、うん、それと今日はこのスペシャルカップも買いましたね、うん、こっちが BB-8 でこっちがストームトルーパーのエクセキューションだな。あ、まあこれ上にフィギュアがついてるだけだね、うん、前回もこういうの買ったね、確かね、確かに、うん、今回すごいね、かっこいい、このカップがこの反射しててね、わ、すごいね、銀ピカで、ね、かっこいいね、うん、まあそんなわけでですね、エイシン君言いたいこといっぱいあると思うんだけど、うん、まあちょっと言えない、パパ一つだけ言えることがあるとしたら、うん、どのキャラクターもすごいかっこよかった、うん、確かに全部のキャラクターがね、すごいかっこよく丁寧に描かれててね、うんうんうん、やっぱ2回目の方が感動して涙出てきた本当に。1回目はね、ちょっと0時、深夜0時に見たから、うん、ちょっと眠たかったかなそうか。でも今日はちょっとね、うん、感動した。そうなんだ、こ2回目以降の方が感動するかも。なるほど、ちゃんといろいろ分かってね、うんうん、面白かったんだけど、うん、すごい面白いね。フォースの覚醒パパね、9回劇場で見たんだけど9回、果たして最後の時代は何回見るのか、10回くらい見ちゃうんじゃない、見ちゃうかもしれないね、楽しみです、はい、はい、ということで今日はですね、スターウォーズ最後の時代見てきた感想をちょっと手短にお話ししてみました、はい、ちょっとね、ネタバレ情報がかなり含まれてしまうので、だからブーブーブーって感じ、言えないところがいっぱいあるので、うん、まあ短くお話しさせていただきました、はい、はい、皆さんはご覧になりましたでしょうか。皆さんの感想はぜひコメント欄の方に入れてみてください、はい、ただしネタバレはダメですよ、はい、ネタバレ情報あったら僕すぐ削除しますから、ね、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それじゃあチャンネル登録をよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ。ようやく戻った。